はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は Windows 10 の PC スペックを確認する方法を解説していきます。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。CPU とメモリに関しては一緒に確認することができるようになっているので、そのやり方を解説していきます。まずはデスクトップ画面で右クリックしてディスプレイ設定をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、画面左の欄にある詳細情報をクリックしてください。次にデバイスの仕様の項目を確認したときに、プロセッサと書かれたところで CPU の情報を確認することができ、実装 RAM というところでメモリの情報を確認することができます。ちなみにこのチャンネルではこれからゲーム実況や YouTube を始めたい人向けに情報発信していると言いましたが、録画や配信を行いたいのであれば CPU が6は6スレッド以上の性能が必要と言っています。なので CPU のコア数とスレッド数を確認する方法を解説していきますが、デスクトップ画面の下にある黒い部分のタスクバーの上で右クリックしてタスクマネージャーをクリックしてください。もしくはコントロールプラスシフトプラスエスケープのショートカットキーでもタスクマネージャーを起動することが可能です。タスクマネージャーを起動することができるとこのような画面が表示されますが、パフォーマンスタブをクリックしてください。もしもパフォーマンスタブがなくてこのような画面が表示されている場合は、画面左下の詳細をクリックすることで表示されるようになるのでやってみてください。次にこのような画面が表示され、 CPU の項目が選択されていると思いますが、コアというところで CPU のコア数を確認することができ、論理プロセッサ数というところで CPU のスレッド数を確認することができるのでチェックしてみてください。次に GPU の確認方法を解説していきます。まずはデスクトップ画面で右クリックしてディスプレイ設定をクリックしてください。次にディスプレイの項目であることを確認し、画面下までスクロールしてディスプレイの詳細設定をクリックしてください。するとディスプレイの情報というところで使用している GPU が表示されているので確認してみてください。次に SSD や HDD などのストレージの容量を確認する方法を解説していきます。デスクトップ画面にマイコンピューターというアイコンがあると思うので、こちらをクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、 Windows C が SSD で使用できる容量を表しており、ローカルディスク D が HDD で使用できる容量を表しているので確認してみてください。ちなみに実際に自分が使用している PC では SSD は 500GB、 HDD は 3TB を使用しているのですが、それよりも少ない容量で表示されています。あなたの PC でも購入した時に表記されていた容量よりも少ない容量で表示されていると思いますが、不良品が使われているんじゃないかと思ってしまう人もいるかもしれないので解説しておくと、 PC で表示されている容量とこちらの表の実質容量を比べた時にその容量に近い値になっているのであれば不良品ではないので安心してください。ちなみに記載容量が大きいほど誤差も大きくなりやすいので注意しましょう。なんでこのような誤差が生まれてしまうのか解説すると、 SSD や HDD などのメディアの単位表記は 1GB イコール 1000MB というようになっているので、基本的に自分たちはこちらの表記で認識していると思いますが、 PC の OS の場合は 1GB イコール 1024MB というように認識するようになっています。これを詳しく解説すると10進法とか2進法というような難しい言葉が出てくるので簡単に解説しますが、人間の数え方と PC の OS の数え方が違うため、容量が大きくなるにつれてその誤差が大きくなるようになっています。さらに PC で SSD や HDD を使用する場合、システム管理のために若干の容量を使用する必要があるため、実際に使用することができる容量が少なく表示されてしまうんですよね。あとこのシステム管理のために使用される容量はメーカーによって差があるみたいなので、先ほどの表に記載されている実質容量はあくまで目安とし、それなりに近い値になっているのであれば問題ないので安心してください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PC に関するお役立ち情報や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、Giaticus というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。
説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。